ナイムスリーティは、フランスマルセイユ出身のプロサッカー選手。チュニジア代表。アルイ・テファク所属。ポジションは、ミッドフィールダー。リーグドの CS ダン・アルデンヌで、プロキャリアをスタート。在籍2シーズン目で、クラブが破産し、それに伴い、フランス全国選手権のパリ FC に移籍。パリ FC では最高級取りであったが、監督の戦術に合わずわずか4試合の出場に、 終わった。2014年、スティーブ・マルレを通じて、レッドスター FC93 に加入。2016年1月、スタッド・レンヌが興味を示していると報じられたが、遺跡は実現しなかった。2016年夏、ロス・クリール・メトロポールに買い取りオプション付きのレンタルで、加入。シーズン終了後、オプションが行使され、2020年6月までの契約を、結んだ。 しかし2017から18シーズンにより就任したマルセロビエルサ監督の構想から外れたため、ディジョンフコに買取オプション付きのレンタルで加入。2016年6月3日のアフリカネーションズカップ2017予選、ジブチ戦でチュニジア代表デビュー初ゴール。ありがとうございます。